長崎大学停留場は、長崎県長崎市若葉町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場。駅番号は15。1号系統、2号系統、3号系統が停車する。その名の通り、長崎大学生門前にあり、学生や職員の利用が多い。当停留場は1950年、本線の大橋住吉間の開業と同日に、設置された。 開業当時は、家の町停留場と称し、ここから住吉停留場までの区間に、途中の停留場は設置されていなかった。停留場名は1966年に、長崎大学前停留場に改称。2018年には、最寄り施設を明確にするため、前を外して、長崎大学停留場に改称した。歩道橋撤去前の停留場長崎大学、停留場は、 平洋軌道区間にあり、道路上にホームが設けられる。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように廃される。ただ互いのホームはハス向いに離れて位置していて、北寄りに長崎駅前方面行きのホーム、南寄りに赤はさ方面行きのホームがある。かつてはホームに横断歩道橋が接続していたが、1999年に撤去された。 この時停留場の設備も改修され、両ホームは24メートルに延長、上屋が取り替えられた。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、長崎大学の正門前に停留場があり、学生向けの飲食店や店舗が立ち並ぶ。長崎大学文京キャンパスは、正門側に国道206号、裏門側に、 長崎県道113号長与昭和町線が走っている。路面電車は国道上を走っており、正門、裏門の道を区別する際に、正門側の道路は電車通りと呼ばれている。AB 電グリ・アンド宮川2000 P、P47 ABC 200、ABCD 今尾2009、P57、タクリ2005、P157、ABC 電グリ二2005、P56、AB、 伝定名称変更のお知らせ。長崎電気起動。2018年4月4日閲覧。AB100 年史。P198.AB100 年史。P114. 浅野隆人。長崎電気起動。13カ所停留場。新名称に35年ぶり。明日から。毎日新聞。P23.AB100 年史。P130。ABC 川島 2013. p 四十五川島二千七 p 百十七 AB 電ぐり、アンド宮川二千 p 四十八百年市、p 百二十四長崎県営バスに関しては、滑石団地、住吉三原団地線、滑石団地、中央京線、滑石団地東高線及び、長崎空港リムジンバスが停車している。このバス停は、そばに、長崎土木事務所があったためもともとは、 土木事務所前という名称であったが、2009年4月の組織改編で土木事務所が長崎振興局となったことに伴い、長崎振興局前に解消された。土木事務所と呼ばれる期間が長かったため、現在でも土木事務所前という名称を用いる市民も少なくない。もともと土木事務所前のバス停は長崎駅方面にもあったが、大学生門に近いこともあり、 交通渋滞をよく引き起こしていたことから、前、長崎大学前バス停と前、土木事務所前バス停の間に、現在の長崎大学前バス停を設置した経緯がある。ありがとうございます。